こんにちは、あっこちゃんです。先ほどアップしました3回目のオンラインレッスンが終わった後の感想の動画を見ていただけましたでしょうか。驚くほどにちょっと顔がおっさん化しておりました。なんか写りによってとかアングルによってとかこう服によってとかかなり顔の印象が変わるなって自分で本当に驚いてます。さあ、どの私が本当の私なんでしょうか。その判断は見ているあなたにお任せします。めちゃくちゃアップしたくなかったんですけど、なんていうか生の感想を伝えるにはあの後もう一回撮り直すっていうのはちょっと違うかなと思ったんで、もうアップしてしまいました。お箱入りに本当したいです。それから言い忘れたことがありましてですね、オンラインレッスンで今回は21日間話し倒そうという目的はあるんですけども、話すだけでは上達につながるかどうかちょっと疑問だなっていうのもあるんですよ、実は。で、それは離れするっていう意味では次から次へとどんどん受けた方がいいと思うんですよね。でもそうすると何ていうかな、自分のこうメンタル面とかマインド的にはいいんですけども、英語の表現がじゃあ増えてるかっていうと何回か言ってるうちにすごく言いやすくなってるのもあるんですけど、やっぱりぶっちゃけ言えないことはやっぱり言えないわけですよ。なんていうかな、オンライン英会話を何回やろうとも自分の中でその表現が固まっていない限りは絶対にその表現は自分のものとして出ないわけだから、いくら数をこなしても数だけは多くてもなんか内容が薄いっていうかな、あんまり実りがないという感じがあるんですよね。だからそれを回避するためには毎回やったことを必ず復習する。でそれもレッスンを立て続けに何回かやってから一日の終わりにっていうとやりたくなくなっちゃう可能性があるんですね。実は昨日私も1日目だったのにもうすでにかなり自分の中では頑張ったので疲れてしまったんですよ。もしかしたら潜在意識が自分を引き戻そうとしているのかもしれないんですけど、で夜にもレッスン受けようかなと思ったんですけど本当疲れてしまいまして、でそれまでにも1回目2回目のレッスンの復習がまだできてなかったので、あ、これはやっぱり寝る前に確実にこれだけはやらなくちゃと思って、寝る前ちょっともう眠かったんですけども、12時回ってたし、でも1レッスンが1つのレッスンが25分なんで、まあ、そんなに長くないんで、なんとか聞きながら先生が言った表現、自分が言った表現も見直すんですけど、先生が言ったすっごく美味しい表現をちゃんと書き留めました。でこれはいつか自分でも同じように言えるようになるようにっていう、まあ、願いも込めて確実に毎回のレッスンを復習してやったことをスルーしないってことですよね。やったことだけに満足しないってことですよね。で今日は3回目のレッスンさっき終わって25分、今回は先ほどの動画でもお話ししましたように先生がめちゃくちゃ喋ったんですよ。さっきは 70% って言いましたけど、もしかしたら 80% ぐらい喋っちゃったかもしれないです。私途中で先生を止めようかなと思ったんです。前ネイティブの先生と英語放題っていうところでレッスンしてた時にすごいやっぱりおしゃべり好きな先生が見えて、で途中で私言ったんですよ。私が話してるのに先生がバーって割り込んできたから I'm not finished yet、 まだ終わってないんだけどって言ったら他の生徒さんも笑ってたんだけど、要するにそのくらいにしないとおしゃべり好きな先生っていうのはもう話が止まんなくなっちゃうんですよ。で今日もうわまた出たよって思ったんですけど、あでも話を聞いてたらすごくいいこと言ってたんで、でまさに自分の今のなんていうか自分に関係した話題についてのコメントだったんで、これは自分で使えるぞって思ったんでちょっと先生にあえて話してもらいました。ですごく聞きやすい英語だったんで書き留めるのは簡単なんで、これはもうレッスン終わったら後でちゃんと書き留めてその話題
が出た時に自分が同じようなことを言えるように、すごく精錬されたいい表現なので、でそういう目的を持ってやらないとオンライン英会話は本当やったことだけに満足してしまって、もしかしたらあんまり身にならないかもなと思います。私みたいに話す場がなくてあまり慣れていない人にとってはすごく格安でいいと思います。そしてそのオンライン英会話を使う段階がやっぱりこのベストな段階っていうのがあると思うんですよね。まあ、それについてはまた次回お話しますけども、もしかしたら初期の段階にこれやってしまうとあまり効果がないかもしれませんね。ということで気づいたことをお話ししました。オンラインレッスンやった後は必ず復習する。先生が言った美味しい表現は必ず書き留める。 OK? OK, I'll be back soon. Look forward to my next video. OK, have a nice day. Enjoy talking in English. OK, bye bye.